とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワーシーズン9始まりましたね。今日は30回のボス、簡単な倒し方やっていきます。では、1回から行きますね。今回のシーズン9、1回がとにかく難しいです。一回さえクリアしてしまえば、あとはいける。まあそういう認識で大丈夫ではないでしょうか。とにかく最初が難しいのよ。一回がとにかく難しい。倒し方としては、もう遠距離で行った方がいいです。近距離じゃなくって、もう遠距離でダメージを与えていく。もうそれを徹底するといいですね。矢はもういくつ使っても大丈夫です。もういくつ使っても大丈夫。とにかく、遠くから数を減らしていく。それが重要ですね。近寄ってしまうと、どうしてもダメージをね、ガシガシ受けちゃうので、遠くから、ちょく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 倒していきましょう。これがまあ一番早いですね。倒し方としては。とにかく、近づかない。近づかずに、矢で倒していく。では、いきます。2階から、今回はショートカットすることが可能です。もうここでね、ショートカットをしちゃうと、30回までノンストップでいけるので、おすすめです。で、スイッチはなんかね、落ちやすいらしいのよ。なので、注意してください。連射とかをしなければ、若干はマシだと思うので、連打しないようにすると、ちょっとはマシなのかな。はい。で、2回報酬、羽、取っていってください。6回の報酬です。もちろん、ブーツは取っていきますよね。8回で商人が出てきます。出てくるけども、ここは無視して先に進みましょう。11回の報酬です。幽霊マント取っていきましょう。これ移動が早くなるだけじゃなくって、16回の攻略にも使います。絶対取ってくださいね。12回の報酬です。魔術師のローブ取ってください。そしてエンチャント、クールダウン入れちゃいましょう。13回の報酬です。瞬速のブーツ、これ 0.1 秒早くなりますし、パワーが上がります。取っていった方がいいと思いますよ。15回にも商人がいます。ですけども、ここも無視していっちゃって大丈夫です。で、16回です。ここはブーツとマントを使って走り抜けていきましょう。若干ダメージは受けると思うんだけども、まあ気合で乗り切ってみてください。慣れると、まあ死ぬことはほぼほぼなくなると思います。16回はこうやって抜けてください。そして17回の報酬です。怒り持っていってください。19回の報酬です。パワーを上げるためにふわふわの羽を更新していきます。20回の報酬です。ここではドラですね。幽霊マントと変えていっちゃってください。22回の報酬です。次が商人になりますので、パワーを上げていきたい。ということで、デュアルクロスボウをつけていきます。デュアルクロスボウは別に使わないんだけども、パワーを上げるっていう点で、あれは必要になりますね。パワー商人で、怒りを上げていってください。パワーが上がりきってないと、113になっちゃいますので、若干攻撃力が減ってしまいます。まあ、それでも倒せるには倒せるんですけどね。次、27回の報酬です。ここでエメラルド装備をつけていってください。それでは30回つきました。エンチャントをつけていきます。エメラルド装備、これに無謀ですね。これだけで大丈夫です。そして怒り、ダイナモ、虚無、クリティカルです。はい。では、戻ってからボスと戦っていきましょう。それではボスと戦っていきますね。ダイナモを20まで貯めるとワンパンで倒すことができます。でも、20まで貯めると、ちょっと時間がかかりますよね。貯めなくて大丈夫です。ボスが出現するまでに、羽とローリングを使って、8回ダイナモを貯めておいてください。8回はね、貯まると思うのよ。
で出てきてからドラと攻撃をしてください。そうすると半分減ります。でその後もう一回攻撃をすると倒せるので、こんな感じで2パンで行ってみてください。さすがにね、ダイナモを貯めるってなると20までに1分近くかかるのよ。それじゃあちょっと遅いので、もう2発で倒しちゃってください。では報酬を見てみますね。ドラしょぼい、しょぼすぎるよ。いらない。クールダウンはついてる。あ、クールダウンとシナジーついてるか。で一番左に、あー、まあ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 、ソウルフォーカスがある。うん、だからローリングの、ダメージアップの苦痛を使っていってもいいっていうことか。まあまあこれでいいんじゃないですか。はいはい、ということで今日はタワーシーズン9の30回のボス倒してみました。まあワンパンではなく2パンだったんですけども、どうしてもワンパンで倒したいっていう人はダイナモを20まで貯めてやってみてください。ワンパンで倒すことができます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。